神戸マスタープレゼンツ庄司悟ドライブショー、庄司でーす。はいでーす。キャリーです。中取ってでーす。はい、今日はここからスタートということで。そうですよ。はい、はい、今日はなんとはゲストがいるんですね。なんかいい匂いしてます。あ、そうですか。すでにいい匂いです。なんか挑発的な、はい、じゃあ呼び込んで。はい、わかりました。もらえますか。それではリノレイヤさんです。どうもどうも、よろしくお願いします。リノレイヤです。お久しぶりです。許されても許されなくてもいいから、ただここにいさせて欲しかったんだ。どうもどうも、お久しぶりです。リノレイヤ。はい、レイヤ、レイヤです。リノレイヤさんです。そんなもっと分かってたでしょ。はい、分かってる。いつも、はい、あの一瞬してないのに、うん、なぜ再びレイヤーゲインなんでしょうか。なるほど、ちょっと再クレームが来ましたけど、まあ多分来ますよ今後。あ、そっか。え、なんで？なんでお前2回目やねんって。そう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 、前の時にね、うん、じゃあ私加古川出身やから、うん、ちょっと加古川にまあなんかちょっといいとこ紹介しようみたいな感じで。ありましたね、うん、ハンバーガーとか、はい、行ったんやけど、うん、そこが加古川と見せかけて加古川じゃないっていう。はっは、どこだったんですか。明石、明石でしたね。はい。お久しぶりです。わかりました。それじゃあ、加古川、はい、出身の、はい、リノレイヤちゃん、はい、のおすすめの場所に、そうなんです、行こうということなんですけど、はい、スーパーモンスターカフェっていうスーパーモンスターカフェ。ちょっと加古川じゃないんですけど。で、住所はどこになるんですか。明石なんですよね。私たち順調にこの今葛西から下って加古川に来て、あの年間でこれ全部町行くんですよ。はい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 。想像なしもす。行きます。これは絶対こうなるよね。加古川と言ったのにもかかわらず明石だったんですね。結構ハンバーガー食べて、はい、覚えてます？いや覚えてるんですけど、あの、はい、ある種のそのねご意見頂戴しましたので。はい。あのちょっと違うじゃないのそれ。そのご指摘いただいたので。なるほど。記憶から消し、そう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 、実際あるんですよ。なるほど、ね、はい。じゃあ、まあ今回はそのリベンジということで。なるほど。ちょっと行きたいとこがあるなということで、まあ2回目で登場させてもらいました。わかりました。じゃあ、はい、ちゃんと一応筋が通ります。そうですね、そうですね、はい、筋通った感じで行きたいなと思います、はい。うん、あの今日の服装はどうですか。今日の服装どうでしょう、はい。下から舐めてますね。舐めてますね。まあ当然ある程度覚悟はしてこられたことだと思います。覚悟、何の覚悟ですか。舐められ、舐められるっていう、はいはい。なるほどね、はい。どうですか、今日何点ですか。100点ですよ。100点やった。結構簡単に100出た。あんさ、100点って言われにはさ、方向違う方向みたい。一回もあの目合ってないけど。で、僕がカメラさん目線で。虫に噛まれましたね。はい、まあ、はい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 、はい、今日やりたいことは何ですか。そうですね、今日やりたいことはサップなんですけど、今日はですね。いや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 、神戸マスターさんありがとうございます。デミオのこのカラー初めてじゃないですか。ちょっと渋いですね。結構いい色ですよね、大人っぽい感じで。なんか間違ってた。それでは、はい、もういいですか。じゃあデミオちゃんに乗り込む。はい、オッケー。それでは最初のやつ、名前のやつもう一回一応やりますよ。はい、はい、神戸マスタープレゼンツ庄司悟ドライブショー、庄司です。浅井です。キャリー、やっしゃー。ろー、神戸マスタープレゼンツ庄司悟ドライブショー。この番組はサウンドクルー庄司悟がお気に入りのマツダの車に乗って全国各地のおすすめスポットを巡るロングドライブの旅。さまざまな出会いや汗と笑い、時には怒りが交差する台本なしの物語。目指せマツダの車で全国走破。神戸マツダプレゼンツ庄司悟ドライブショー、庄司です。浅井です。キャリーです。レイヤです。ありがとうございます。イエーイ、決まった。さっきはちょっと事故を起こしました。あ、そう。キャリーレイヤーですってこうちょっと飛び込んじゃうっていう。はい、そうそう。3号神戸線乗りましたよ。はい、
いい感じですね。もう出ていいんですか私。ダメです。ダメダメダメ。乗ったばかりだ。どこに向かってるんですか今。これはあの西の、まいた加古川の方向かって。 OK、 加古川行くぜ。はい、してます。まあ前回加古川行けなかったんで。ああ、そうですね。あまりね、入ってないんですよ。今何してるんですか。今はですね、ソロでイノレイヤーの活動と、レイアー、はい、レイアーです。あと、はい、あとリーナモっていうバンドのボーカルとして活動してるんですけど、前回ですよね、リリースした後ぐらい。そうですね、前回去年、はい、アルバム出た時に来させてもらって、でまたそこからの配信でシングルが出たりしてたんですけど。お、タイトルなんてやつですか。あのヒーローっていうナンバーと。ヒーロー、はい、ヒーロー、ヒーローになる時、ああそれは今じゃないんですけど、私大学生の時ドーナツ屋さんで、あのウーザードーナツでバイトしてたんですよ。そう、え、 D？ あ、え、そう、 D、 D、 D。 あ、マジで？はい、かっこいい。 D ですか。うん、だって、ま、都会にしかないでしょ。え、本当ですか？都会？何ドーナツ？え、エスタードーナツです。あ、M？ M？ じゃあ D じゃ、 D じゃない？え、D って何ですか？ドーナツの D かと思った。ダンキンとかってなんかなかった？あー、じゃないです、じゃないです。適当だな。はい。ドーナツの D やったら全部 D やな。あー、そういうことか。そうです。ミスター、あ、言っちゃった。おまあ、スドって言いますもんね、みんな。うん。マクドみたいな感じで言っちゃった。お直し入りました。ちょっとフェロモン出そうか。あ、そう、そうですね。ちょっと、あの、いい感じにしとこうかな。じゃちょっとカメラに向かって撮っておきます。これの怖いな、だろう。いや、これ庄司さんが結構エロい感じの音出してくれるから。いや、そうじゃない。じゃあ。どうですか。ダメです。ダメです。ダメ入りました。はい、四五線通りました。ちょっと天気良くなって良くなってきたね。ましたね。ちょっと明るくなってきたよ。はい、すごい空めっちゃ綺麗。次で、多摩で降りる。え、次で降りるってよ。はい、多摩で降ります。多摩で降ります。収録中やったもんね。すいません、ちょっと出てくる。じゃあいい感じのトークをもう一個私がしましょうか。はい、先ほど210円、うん、はい、210円払いますね。払いました。レシート受け取りますね。受け取りました。レシートここに置きましたね。はい、安井さんのレシートです。はい、はい、で私とレイヤーさんが同時にそのレシートを取りそうになりました。うん、レイヤーさんの手が私の田松あたりに来たわけです。田松、あ、庄司さんの田松やったですね。じゃあ俺の田松、田松を降りる前に田松に手が来た。なるほど。わーお、わーお。危なかったです。以上。あ、なんかドライブデートのこう裏技をちょっと片っ端から試してみるみたいなの面白そうですね。もしかして比較提案ですか。比較提案。ああ、いいと思う。それは車に乗って、あ、はい、あの女性に、はいはい、助手席に乗ってる女性にじゃあしてほしいこと。まあ、太もも触ってもらって。それもダイレクトやな。うん、そう、添えてもらう。え、じゃあ、ま、あの、まだあの、その添えれ、添えれないぐらいの人。添えれない人。うん。そんなに仲良くない、まだ。人に。2回目のデート。2回目のデートで太もも掴んできたらちょっとどう。掴むと言ってないです。その、そっと添えると。あ、そうね。添えるね。うん、掴むと違うの、添えるのは。なるほど。疲れてない、うん、とかだったらいいんじゃない。あ、なるほどね。大丈夫っていう感じにどさくさに紛れてちょっとこう。庄司さん、あの簡単にバックミラーを閉じて。あれ閉じたの。めっちゃ天気良くなってきました。良くなってたよ。これはやっぱ持ってるわ。さっき海岸とか言ってなかった、はい、そういえば。そうですね、ちょっと海岸とかいうワードも出ましたね、ポロッと。目的地は海岸なわけ。海岸、そうですね。ドライブといえば海かなみたいな。ああ、ドライブあるあるのコーナーやってきました。お、ドライブあるあるのコーナーやってきました。ドライブあるあるのコーナ ー, ー, ナーイエーイ。はい、よくドライブ行きますか。そうですね、私はあのまだ免許持ってないので、はい、自分では運転できないんですけど、すごいしたいんですけどね、うん、
何、まあ、助手席とか、うん、後部座席とか、ああいわゆる人の運転でですよね、うん、ドライブ運転席以外ってことですよね。そうですね、はい、好きです。あー、なるほど。あるある的なやつは、あるある、ドライブでどんな感じなのかって言われたら、さっきドライブあるある聞きたい。ドライブあるあるね、うん、私結構あのすごい自分が乗ってたらめっちゃ眠くなってきちゃうんで。あー、そうそう、結構あの運転してる人をここ見てほったらかしてこう寝ちゃったりすることもあるんですけど、ダメですよね。でも結構頻繁に高速道路とかやったらパーキング降りて、うん、休憩しようよとか、休憩したアイス食べたりとか、うん、あと走ってる時やったらあのガムとかちょっと辛めのガムとか、辛めのガムとか何でしょうね、往復ビンタとか、あバシバシ、そういうのもいいかもしれないですね。あ、いいですかね。オーケー。キャリーはなんか対策ないのかよ、その眠くなるやつ。キャリーさんは要はね、眠くなった時になんかねしてほしいんですよ、ね、そのまあよく眠くなるんです僕は、うん、運転してて、はい、で、まあ、辛いそのミントみたいなやつを食べたり、うん、大量に食べたりして、ガムとかラムネみたいなやつとか、そうそう、はい、もう、ね、目をこじ開けるんですけど、はい、例えば話しかけてくれたりとかね、あー、はいはいはい、したら、うんうん、まだちょっとこう目が覚めてくるかなと。ちょっとシリアスな話される方が目覚めそうですね。出た。この間なんか私の友達が、あなたがこう駅前を女の子と歩いてたっていう噂聞いたんだけど、それは結構目覚めるかもしれない。まあ、それいいと思う。心当たりなくても、なくても、なくても、ってなるとなります。あ、それ今日一じゃないの。あ、ですか。うん、え、どの時なんちゃうみたいな。そう、レイちゃんこの前さ、男と一緒に、はい、あのほら、何々駅歩いてたでしょ。だから一応、よーってなるよ。確かになるよね。ちょっとこう、必死でね、巡らしますもんね。え、いつのあれみたいな。そうだね、雨冴えますね、確かに、うん、うんうん、この前なんかラブホールとかいっぱいあるとこ、三島さんと一緒に出てきたよね。三島さんバチン、えー。全然やってなくてもちょっとうんってなりますもんね。そういうやったとかやってないとか、そういう意味じゃない、そういう意味じゃない。それを、その行動をしてなくてもしててもっていう意味です。だからやってなくてもやってってもってことでしょ、それ。そうそうそう。要はやりやらない話で今してるわけよ。違う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 。だから歩いてたりとかも含めてですよ、その行為を。え、行為違う違う。だからやった後に歩いてるか、やってないけど歩いてたかの違いでしょ。これドライブいいですね、このドライブコースなんかいいですね。うんうん。下り坂。どこ行きたいですか、ドライブ。そうですね、で遠出できるとしたら遠出か、うん、でもやっぱりこうちょっと自然が多いところが好きなんで。おお、あ、そう。そうですね、でも山口県の、ほう、あのすごい橋あるじゃないですか、めっちゃ景色いい。ああそう、共感の嵐ですか、これ。あの、うん、海めっちゃ綺麗なところね、あそことかこう、うん、走りたいなとかありますね。じゃあ過去のドライブショーを一つずつ遡ってみてもらっていいですか。あ、マジですか。今のあーは、いや見てらんがあれはあーでしたから。あ、そうなんや、すいません。いや、いいですよ。そのまたそれやりたいな。そうそう、もう一回行ったんだね。その時天気どうでした。よかったです。うわ、もう完璧じゃないですか。これ海が向かってるんですか。ナビがもう目の前が真っ青ですから、ね、そこ全然見たことない。そっか、うわ、ほんとだ。いやー、いい天気だぜ。ここでね、ここを、もうちょっとこのヒコポパーパー、ここ海、海に入ってください。海、これここが空海です。おー、これはパーキング、この辺、どれでもいいかな。はい、あ、奥行くの。いや、ここは止めてください。はい、オッケー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 。イエーイ、はい、到着でーす。なつみさん、しょうじさん。なんで動かしてんの。ルビーでーす。
寒い寒い